今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。サムネが片栗粉っぽいをやっていきたいと思います。遊ぶクリア率が 4% 近くあるからそんなに長くないのか。いやー、でもちょっと待って、割と新鮮なコースだからそんなこともない。やっぱ片栗粉をフィーチャーした感じのコースなのか。私のためのコースと言っても過言ではない。そしたら素直に、はい、待ってください。じゃあちょっとこっち行ってみる。こっちでニョキコ、ニョキコじゃないよ、ちくわ落としてみる。あれ、これ無害なちくわだったの。いい子だね。え、じゃあフェイントジャンプ、せーの、はい、やってって一回切った。ちょっと破壊しちゃうの、そんなに。あ、片栗粉も消えちゃった。あ、あれ、どうするの。じゃあ見届ける、最後まで。あ、行っちゃった。あ、じゃあいいのかな。すごいスッキリした空間。あ、ここになんかある。あー、なんか出てくる。あ、これでオフにしていくみたいな。あれ、そもそも入れなかった。あ、じゃあこれでこれを持ってこっちということ。なるほどね。で、あー、パー持ってます、パーってやります。あー、なんか来たよ。あれ、鍵がないよ。おっと、なになになに。はい、え、あっちで使うってこと。本当に本当。ちょっと待って、帰る。いや、帰れないね。はい、ただいま。そういうことで、そういうことで。ということは、あそこの、ここの、パウを出したら、こうやってパウを出すでしょ。あれ、パウ出したんじゃなかったっけ。あ、違う。勘違いしちゃった。こっちでパウが出てきたら、ここでこうやるってこと。そうすると、片栗粉。危ないな。あ、で、また洗ったな。めっちゃ片栗粉。あ、鍵も手に入った。めっちゃ片栗粉じゃん。あれ、じゃあ次のドスさんどうやって滅びるの。勝手に滅びてくれる。滅びてよ、勝手に。なんて素直な子なんだ。しかも、それで片栗粉が出てくるという素晴らしいコース。ではではでは、はい、行ってきたいと思います。はい、こんにち、違うの？カムパック？カムパック？カム、あそこでさらに帰るの、めっちゃ片栗粉。はい、ただいま。そしたら、じゃあこれで進むと見せかけて、片栗粉を見届けて帰るでいいのかな。そうすると、じゃあ右が、あ、なになになに、危ないな。あー、で、こっちで。私が片栗粉取りに来ること分かったの？はい、ただいま。すごいな、片栗粉にあんな罠。じゃあ、あの片栗粉はちょっと危ないから見送るか、バイバイ。で、じゃあこっちに今度こそ入ります。で、新たなせ、いや、中間だー、へいって言ってワン。あ、中間、あのうち、あのうち、そのうち変わるのかな。あれ、じゃあ行ってきます。ピンクコースか。でも、まがいものピン、いやー、本当のピンクコースか。なんかすごい複雑そうな仕組み。中間にも切りましたよ。で、ニョキリンチョタイプですか。で、どこに行くのこれ。どこに行くの。あー、それで上の好きなところに行ってねってことか。んー、じゃあなんとなく土管からにしようかな。行ってきまーす。はい、こんにちはー。これ何？この意味深なバネ。じゃあ、多分襲ってくるからもうさっさと降りる。違うかな。ほら、ほらね、行ったでしょ、襲ってくるって。で、これは上に投げる。じゃあ、はい、おっと、バネごと言ったけど、バネごと言ったけど、いいの ?CC? 何か、何か CC? はーい、こんにちは。ニョキコブ、ええ、ここに行く。あえてちょっと、片栗粉。あ、で、こっち、あ、違う。あれ、いつの間に、あれ、さっきからいた君。はい、ただいま。そしたら、じゃあ、ニョキ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 コってなったら、こっちにも来ちゃう。で、よかった。で、なんだろう、チュインチュインしてみる。大丈夫、いや、大丈夫か。こっちに来ます。な、なにこの意味深なヨッシーは。あ、ヨッシーヨッシー。はい、ただいま。そしたらヨッシーとの悲しみの別れを経験するけど元気に生きていこうみたいな感じでいいのかな。ここでまずニョキコを取るでしょ。で、意味なくスピンをして、そしたらもうヨッシーには目もくれず、こっちで、こっち、うごめんなヨッシー。そしてさらばワンワンで、よかった。で、1でいいんだよね。で、あ、またいけ、おー、またいけるようになってる。このままじゃあ次の世界にもいけるのかな。どうなってる、こうなってる。で、こっちでいいのか、こっちでいいのか。あ、じゃあピンクコースといってもそんなに分岐はしてないね。で、こんにちは、またワンワン。な、なになに、え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 、あー、滅びた。で、なんとなくこう、あ、危ない、危ないでしょ。あれ、え、そっち、嘘だよ。え、どかない、ちょっとごめんなさい、ちょっとお財布持ってなくてやっぱり帰りたいんだけど。はい、ただいま。じゃあここでは落ち着きを払ってなるでしょ。で、そしたらここでドスーンってなるけど、ここでさらに落ち着いて、で、右に帰ると。いや、あの片栗粉、屈強な片栗粉だな。
あ、じゃあ右に行くのか、せーの。はやー、はやってこと？って大丈夫？急に開かない？はやっ！ぶ。おっと、大丈夫？なんだ、あのワンワンはちょっと怖い雰囲気だったな。で、こんにちは。ニョキコが必要、持ってないよ、そんなの。わかった。じゃあ、こうやったら多分この辺に出てくる。あれ？ビビッ！おっと、セーフ！セーフ！で、あれ？そっち？よし。もう、せっかく今できたと思ったのに。はい、ただいま。そしたら、あれ、今のってどうしたらよかったんだ？まずここで、ニョキコをいただくでしょ。で、出てくる？出てこないのか。じゃあ、こっちまで行って、はーって言ったら、はーって帰る感じ。お、よし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 。で、素直にニョキニョキス、あれ？あれ、上の画面出てこないけど、これどこ行くのじゃ？どうしてる？ね、何してる？何してる？ああ、よかったね！元気にしてた？で、じゃあ、こっちに来て。こ、なになになに、え、そっち？え、ほんと？あ、入れない。え、で、じゃあ、そっちでいいの？あれ、どこに行くのこれ。あ、で、この、いやー、この子が連れてってくれるよね。連れてってくれるよね。連れてって、あ、よかった！連れてってくれるタイプ！で、こっちに入ります。はい、で、こんにちは。で、じゃあ、まだまだ。まだまだっていうか、あれ、じゃあ、もう終わりか。次の鍵ドアで、さあ、果たして本当に終わるかどうか。ピンクはこれだから侮れない。で、ここで平気、はやって行ってきます。はい、こう、うわ、すっごい、え、大丈夫？あれ？ジージー？こっちが聞きたい、こっちが聞きたい。そこに入るんで、いいかな。なんかすごいモコモコンしてる。はい、で、こう、うん、上でも押してる？あれ？ダメ？いや、え、何してる？いや、やっぱりダメか、ゴー！何してたらよかったんだろう、今。それともじゃあ新たなスタート？そこの氷なんか変わる？あ、来た。おー、2周目がスタートしました。さあ、じゃあ、今度は、じゃあ多分仕掛けが変わってるみたいな。あれ？あ、中間切らしてもらえない。じゃあこのままこっちに行きます。じゃあさっきと同じ順番で行こうかな。ここから行きます。さっきなんだったっけ、ここ。もうガボンが出てくる？これじゃあ、じゃあ今度はここで待つ。待つよ。待つよ。待つ。待つ。待ってたのに。待ってたんだよ、君のこと信じて。はい、ただいま。そしたらじゃあ変わらずあっちでいいの。せーの。はい、やで。でもなんかさっき片栗粉降ってきてなかった。やっぱり片栗粉で。なんだ、やっぱり、あれ？だってさっき待って、そや！あれ？何がダメだったの一体？教えてよ。何が不満だった？片栗粉？はい、ただいま。じゃあ信じきれなかったのがいけないの。この辺で待ってれば平気？あの鉄球がどうなった？なんだー、じゃあ惜しかったじゃん、やっぱり。片栗粉。で、またバーンってやるんでしょ？イェイ。で、こっちに行きます。で、この後何でしたっけ？おっと？おっとー、びっくりしたー。じゃあ今度はこっちで待つ。今度も片栗、あ、で、なるほどね。今度はこっちの扉が開きます。で、土管に入りますっていいのかな？あ、で、ここに来るんだ。ほーい。中間来ちゃったけど大丈夫。あれ？あ、いや。こっちに行かざるを得ない。え、じゃあ行ってみる？そうするとどういう、え、あ、で、じゃあ多分ここがまた中間なんだね。ほうほうほう。え、そして、また2かな？それとも3ってなるかな？さあ、何の数字が出るでしょうか？でもやっぱり、いや、あれ3にはなり得ないか。2でいいのか。いやー、これでもよく作ってあるな。で、そしたら続いてはそちらのドアに向かっていきたいというわけです。あ、いや、よし。さあ、そしたら今度はどうなるでしょうか？じゃあ、今度は向こうが、あ、うお、何？え、今度はどかないの？まさか。なんてずずしいんだ。帰ってよ！帰るんだ！片栗、ちょっと待って、片栗粉があそこにすごい出てくることは分かった。はい、ただいま、急いで、はやって感じ。あ、ツタがあるじゃん。あれ、ドッスンいるかな？せーの。はい？いや、いないのか。じゃあ、ここで片栗、あ、ドッスンの片鱗が見える。そしたら、今度は降りるのかな？すっす、いや、大丈夫だ。で、まさか、あっ、危ない。危ない。片栗粉に見とれててよかった。え、じゃあ、このままこっちでいいのかな？あれ、これってここで終わりだったっけ？あ、そうだそうだ、まだ。じゃあ、今度は右が開く？そもそも、おっそー、それ以前の問題。あれ、ちょっと待って、誰か助けてくれるこれ。あれ、まさか誰も、あ、もう一回ジャンプ。何してるの？いや、じゃあ誰かがおかえり、待ってたよー。はい、ただいま。そしたらじゃあ、フェイントジャンプかな？あれ、早い？
フェイント。よし。で、この辺でニョッキ行こう。よしよし。じゃ、今度は向こうが開くんじゃない？開いてください！開いて！開かない？おっと、とっ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 て。やはりね、やはりね。で、どこまで開くの？あ、そうだ、あ、この中は入れないからいいのか。じゃ、こっちに行くと合ってる、合ってるっぽい。で、じゃあまた、ここでビヨーンってなりながらこっちに入って、で、また、来世に期待でいいんですね。では、改めまして。でも、結局あれなんだよね。ここで、また、あそこの鍵ドアに入るから、じゃあ、土管のところの右側が開くのかな？ここで終わりか、果たしてそれとも3周目があるかどうか。交互期待。行ってきます！みんなは、ここでアンケートできないね。なんか、じゃあ、コメント欄で。2周目、3周目って書いてもらえると嬉しいです。GG。あ、今度こそ本物の GG っぽい。で、じゃあ、この後右が、開いた！開いたよ！開いたよ！下ある？スピン！よし、大丈夫。で、ここでじゃあ、真実のラスト？で、あれ？え？あ、いや、そっちが開いてる？行くよ。今更違うとか言わないでね。で、あ、なんか大正解みたいな雰囲気。大正解。で、じゃあ、Pスイッチが切れる？あ、勝った、勝った、バッカー！あれ、どうなるの？あれ？これ。開いた。よかった。また集め直しかと思った。なんか、で、今度はじゃあ素直に行くのかな。え、いい？もうレミ行って、行っちゃって。片栗粉もう一回。やっぱりもう一回来るんだね。片栗粉やはりじゃあ味わってから行くよ。で、ここでじゃあ片栗粉を味わいましたってなって、じゃあこっちに入ります。で、ほ？いや、片栗粉幾度となく裏切られたからな。早っって言って、終わった！よかった！え、じゃあ合ってる？上いける？いける？いける！おお、信じてよかった！片栗粉！ちゃんちゃんちゃん！はい！はい、ただいま。そしたらじゃあさっきうっかり片栗粉の罠にはまっちゃったから、ここで仮にこのまま行ってたら1回でゴールできてたのか、それともまた新たな罠があったのかを見ていきたいと思います。もしこうなったらもう大丈夫です。すべての片栗粉を味わい尽くしてじゃあ入っていきます。大丈夫かな？で、こんにちはって言って、こうやって最初から下行ってて平気だったのかな？はいやって言って、わー片栗粉大丈夫そうだね。よかったよかった。じゃあこれで、あ、ちょっと待って、あの子こっちに投げて、なんて恐ろしい。あそこの壁になんかあるんだ。はーいってなって、ちゃっちゃっちゃっちゃん。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録してもらえたり、高評価をしてもらったり、イモイモしてもらったりしてもらえるととっても嬉しいです。もらえるがめっちゃもいいね。ではでは、バイバーイ、またねー。